もですね、今日出場者も選んでもらうんですけど、はい、焼き上がりをしっかりと審査お願いいたします。ね、宮城ちゃんよろしくお願いします。じゃあちょっと選んでいきましょうか。じゃあ出てみたいという方手挙げて。はい、お、結構いらっしゃいますね。ちっちゃい女の子もあげろって言うたやつはあげてないなって。じゃあ一度ちょっと、ね、これだけいらっしゃると選ぶの大変だ、はい、ちょっと下ろしてます。一回下ろしてください。ちょっと絞りましょうか。はい、あ、なるほど ね。ちょっとテーマを決めて、ね、テーマは別で選びましょうか、ね、じゃあ、はい、どんなテーマでいきましょうかね。どこからいきます。女性陣ですか。じゃあ、関東以外から来た方っていう感じでいきましょうかね。お、関東以外、ね、関東以外で来た方手を挙げてください。はい、お、黄色いご主人と私目が合っちゃいましたね。あちらの男性の方、ね、私あの方に行きましょう。はい、じゃあ同じちょっと黄色でね。そうです。はい、餃子色でちょっと前に来ていただいて、前の方へ。まずお一人目、はい、じゃあ関東以外部門からお一人、はい、もうちょっといい感じにお父さん来てんじゃないですか。いやもう自信、焼けてますよ。でも自信と風格に満ち溢れてますからね。ただ餃子界かキリンビールかっていうぐらいの感じの。どちらかというとキリンビールですね。キリンビールの方の雰囲気出てますよね。まだキリンビールのもなんか元々の支社長としてぐらいぐらいの今日の格好が ね、雰囲気出てますけど。いやいや、ちょっと、まあ、じゃあ、今聞きますか。ね、はい、どこから来たかね、はい、伺いましょう。こんにちは、静岡県の伊豆半島の伊東市から参りました。ありがとうございます。朝4時に出てまいりました。今日じゃあ朝4時に出てここに来て、ちなみに餃子今日どれぐらい食べましたか。餃子は8種類ぐらい食べました。8種類ぐらい。今僕お父さんの横にいて、もういいお酒の香りが。はい、飲みました。4杯、最高の楽しみ方、はい、だから餃子は8ですけどビールはもう4いってますから、はい、で2枚に1杯です。餃子の数がちょっとお父さん足りませんよ。で、いや、あのね、それで3個取りました。4個取ってきたら、ええ、もっと食べ、あ、じゃあ結構もっと食べてますね。はい、ありがとうございます。何だ、ちょっと横になってて、実際の数がうまく数えてないだけで、うん、はい、実際もっと食べてます。はい、多分ね、個人的にはね、一緒に飲みたいタイプです。そうですね、はい、今日もだから静岡からね、朝早く来ていただいてるんで、いやもう嬉しいですね、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっとまた次の方選びますんで、お待ちくださいね。お待ちいただきたいと思います。その間に寝ないでくださいね。さあさあさあ、じゃあ2人目、お一人が決まりました。はい、一人目決まりました ね。じゃあ次のテーマ、大ちゃん、そうですね、やっぱちょっと女性枠欲しいですよね。あ、ちょっとね、華やかな女性枠欲しいね。女性枠で、これどうしましょう。さっきまあ県外やったけど、県内いきますか。県内で、県内でもうちょっと絞ってみようか、はい、県内で、何歳代、あえてここはやっぱりちょっと、うん、面白狙いたいね。若め行きたいですね。若め面白いね。最初若め行きましょうか。特にあの仲いいカップルでこれから結婚控えてそうな感じが。ああ、焼かれたい、ね、なんか、え、料理どうなんだろうみたいな ね。だからじゃあ20代ね、20代以下、はい、の現在30前、ね、30手前の、女性の方、はい、手挙げて、はい、手挙げて、そこおるやろ、そこにも。おるね、おるね。そこにもおるやろ。はい、あ、ここがおれてる。これ自己申告制だからね。はい。今のところ、あ、ちっちゃい子いるわ、でもな、火使うからな。あ、そうな。で、お母さん何歳？でも若いですよね、お母さんね。ね、若い、うん。ちょっとどうします？ね、栃木県内の方で20代の方。はい。ね、お母さん、娘さんと一緒に行ってみる？大丈夫？いける。いける。はい、じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。ね、ちっちゃい子すごい元気をかけたから譲ってあげて。ね、うん、多分一番僕この中で若かったですね、あげたかったですね。うん、ね、そうね。はい。じゃあ家族お二人でちょっと前に来ていただきましょう。あ、さらに赤ちゃんがもう一人いますね。あら、本当だ。可愛いお子さん連れてね。いけるから、大丈夫から。うん、はい。はい、じゃあお母さん前にお越しください。本当にいいんですか。すごいですよ、大丈夫。赤ちゃんこう寝て、今寝てます。起きてるね。パパどこ、パパどこいるの、パパ、つーちゃん、つーちゃん会ったことないけど、あ、つーちゃんいた。あ、つーちゃんって感じ。ごめん、つーちゃんちょっと危険。優しそうなご主人だね。ママ餃子焼くからちょっと赤ちゃん、つーちゃん大変よ。ママ餃子焼くの。ママ今から餃子焼くからさ。
ら意外にいかつかった、ね、でも優しい顔してるよ。つーちゃんに聞こう。つーちゃん聞こう。つーちゃん、あの奥さんは、あ、ちょっとこっち来てもらっていいですか。つーちゃん、つーちゃん、ちょっと上がってください。つーちゃん、奥さんは普段は結構料理どうですか。上手です。あ、上手。あら、うん、餃子とかは家で出たりします。餃子出ます。お水餃子、水餃子が多い。なるほど、なるほど、おいしい、うん、じゃあ間違いないですね。これいい成績ですとね、冷凍餃子10人前がご自宅に届きますから頑張ってほしいですね。すーちゃん、ちょっとペロッと12枚いけそうですね。そうです。で、ビールとかもいっちゃいますよね。はい、じゃあ、温かい丸なしで応援をいただければと思います。でも、メインは娘さんの方がどう、お料理作るの好き。今日は餃子焼くのは初めてですか。初めて。じゃあお母さんのねアドバイスをもらいながら、うん、ね、もうなんか個人的には一番もう優勝かもしれない。もう本当あげたいぐらいです。うるうるしちゃった。 ねちゃんと、じゃあ、 やけどとか気をつけてね。はい、あとお父さん空気読んであげてね。ちっちゃい子いるからそこプレッシャーかける。冗談です。これはもう本気でいきましょう、ね、はい、じゃあ続いてどうしましょうか。ね、何系？本当私個人的には警察官の方とか呼んでみたいんですけど、絶対来てくんないから。そうですね。ね、わあ、めっちゃ制服着ながら会いたいな。めっちゃ怒られそう。ね、やめろ。あんたらで一番偉い人だったら大丈夫なんでしょうけど、でも厳しいでしょうね。個人的には呼びたいんだけど、はい、ね、怒られるからやめてきましょう。やめてきましょう。はい、どんな辺にしましょうか。次は。じゃあ縛りましょう。はい。今日美味しいビールを売ってる人間を一人誰か呼んでもいいですか。あ、いいですよ。ね、あそこでキリンビールさんのブースにね、はい、おります阿部さんという方がいるんですね。キリンビールの阿部さん、聞こえますか。キリンビールの阿部さん聞こえますでしょうか。キリンビールの阿部さん、キリンビールの阿部さん聞こえますか。ダメですね、今山口社長と2人で喋ってますね。社長とキリンビールの阿部さん呼んでるんですけどね。阿部さん全く聞こえませんね。阿部さん聞こえますか。え、安倍さん、市長です。安倍さん、申し訳、市社長の喋ってるところ申し訳ないですけど、ちょっとステージにお越しください。これね、キリンビール社があってこのイベントは始まってるわけですよ、第1回から。ね。ね、ということは餃子のこと分かってるはずですよ。さあ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 、安倍さん、もうすごい上がる前に焼くんですねって言いましたね。ええ、そうなんです。そうなんです。安倍さん、まず一言よろしくお願いします。キリンビール阿部でございます。もうすでにちょっと酔っ払っておりますが、焼くんですよね。焼くんですよ、はい、ごま油しっかり入れてやってと思います。いや、さすがにほら第1回から支えてくれてますキリンビールさんですから、餃子の焼き方も含めて全部知ってますよ、ね、当然です。当然です。ただやっぱり素晴らしいですね、こうやってイベントに来てしっかりお酒も飲んでらっしゃる。そうです、はい、でもよく考えてみてください、はい、こんな大きい会社の人、はい、いじってんですよ、ね、本当にね。いいです、大丈夫ですか。もう餃子の方は食べるは得意なんですけど、まあ、ちょっと自分で実は焼いたことはあんまないですね。で、普段は、はい、もうちょっと言い訳入ってますけど、普段はやってません。焼いてもらったの食べている。はい、なので、まあちょっとね、焼くの楽しみです。大変そう。やっぱご自身のねところでやっぱビールは、はい、やっぱ自分でねやっぱ飲んで、このやっぱしっかりと自分のところのビール確認してるわけですから。そうですね、やっぱ餃子も自分で焼いて、やっぱその餃子をしっかりとね確かめてもらいたい。はい、ね、なのでこの3番目の席にお並びください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、新旧社長がね、はい、来てますけど、ね、本当だ、並んでる、ね、並んでるでしょ、ね、本当に、ね、左が前の社長の上本さんね、はい、で右側にいらっしゃるのが今の社長の山口さん ねこの間の金曜日の夕ログにね来ていただいたみたいな、ね、はい、僕でもお会いできなかった、その時は。山口さん、はい、分かった、はい、宇都宮餃子会のキリンビールのこの関係が、関係性がね、こういうこと宣伝を浴びせます、大きいバルをいただきましてありがとうございます、はいはい、さあ、あと2名ですか、ね、あと2名もうフリーでいきますか、ね、はい、ね、5レーンでいきましょうか、はい、じゃあ、はい、普通にじゃあ出たい方手挙げていただいて、はい、どうぞどうぞ、はい、お前軍団から結構手が上がりましたけどね、うん、ね、うん、だいぶ奥の方にもいらっしゃる、ね、これミヤリ、ミヤリ選ぶ、ミヤリちゃん選ぶ、じゃあどなたか一人、
ミヤリーちゃんのスティックがどこで止まるか、ピタッ。いっぱいおる。あの男子だね。あ、え、この方？前？後ろ？後ろかな？手前。一番前だったらうって言って、一番前？一番前。二番目。さあ今の通訳を、はい、テレパシーで送ってくれました。テレパシーが出ました。あの帽子の方ね、男性ね、黒の上下かな、黒いハットかぶってらっしゃるね、彼、はい、はい、あ、黒の帽子なのか、 ね、 ね、彼、そらあの検査してたら誰かわかんないですね、確かに、ね、からテレパシーがないとね。でもあの方かなと思ったけどね、はい、まさか自分に来ると思わなかったでしょ。思ってた、思ってた。両胸にバラを掲げている男性が、ね、ミヤリーちゃんがじきじきで選んでくれました。はい、じゃあ前上がって、こんにちは。あ、こんにちは。結構、上がったらでかいんだね。大きいね。はい、今日はどちらから？あ、桜市から来ました。あ、桜市から。お隣で、ね、ありがとうございます。かと思いましたね。いい感じに、今これがね、さつきがね、桜に見えて、だから選んでくれたのかな。でも胸にはバラっていう、ね、ややこしいですね。ね、はい、で、あの餃子祭りは初めてですか？あ、初めて来ました。どうですか、餃子祭り。いや、まさか、ちょっと緊張してます。今上がっては見たものの、あれ、ちなみに普段、料理はやります？毎日します。実に奥さんのために。え、奥さん結婚してました。奥さん今日来てんの？来てないです。それ、マジで結婚してんの？なんでいいご主人だね。なんかあのこんなこと言ってるけど、見た目からのギャップが結構ありました、ね、なんかあの突然後ろから言ったら奥さん出てきたけど、そういうコーナーじゃないよ ね。あ、でもじゃあ結婚してるけど自分で作ることも結構あると、お仲間がなんかちょっと今ね動きがありました、ね、あのお友達からのムービー撮ってもらって、はい、奥さん、新婚さん？新婚さんなんだ。え、でも来てないの今日は。はい、何してるの奥さん？家にいます。いや、大丈夫？これね、ムービー送った方がいいと思うよ。こう餃子祭りやってんのに、あいつ何やってんの？奥さんは家にいるんだ。新婚なのに一緒に来てないっていうのはちょっと心配ですけど、うん、まあでも今日これ買って持って帰ろう。そう、餃子持って帰ろう。持って帰ったらもうそれで奥さんも笑顔だから。そうね。はい、じゃあ4番の席に、はい、お願いいたします。背中めっちゃドクロやねんけどね。めっちゃドクロ。でも胸にローズがいて、ね、真空です。ケンローラーみたいな ね。でもすごい優しそうね。そうなんでしょうね。意外と繊細な焼き方やったりしてね。じゃあいよいよ最後の出場者。どこ行きましょうかね、うん。ちっちゃい子もね、あげてくれてんねんけどね。ちっちゃい子は見つかっちゃったからな。すごい気持ちはね、嬉しいねんけどな、本当は気持ちはね、もう一回やろうかなみたいなね、はい、今、お父さん、ニセキリンビール、はい、そして、ちっちゃい女の子、はい、そして、本物キリンビール、はい、そして新婚さんの男性と来ましたんで、はいはい、次やっぱ女性ですよね。女性ですね。女性でしょうね。女性で出たい人手挙げてよ、手挙げてよ、はい、はい、結構上げてくれてますよ。結構上げてくれてますね。誰行きます、ね、これも最後鈴木さん決めてください。最後そうですね、じゃあ運営サイドから決めちゃいましょう。はい、誰行こう。メガネの女性。お、ね、よかった、ね、目の前にいてよかった ね。今瞬間的に目が合っちゃいましたね。よかったらどうぞ。で急にたしろぐのやめて。今急にああみたいなね。なんか俺悪いことしちゃったかな。はい、いやいや、来てください。どうぞ。選ばれましたよ。どうぞどうぞ。まず真ん中の方ね。はい、ナンバーつけてますね、頭にもね。じゃあまずあのどちらからいらっしゃったか教えてください。埼玉のどちらから？加藤ね。加藤分かりますよ。加藤分かりますよ。結構隣で加藤知らんかったら結構ですよ、ね。うん、関東で加藤ちゃんと知らなかったらダメよ ね。じゃあ、 あのこれ何つけてるんですか？ C&K っていうグループの、C&K、 ああ、ね、知らないで、 C&K だよね。あの2人組でこの間のドラマの主題歌でやられたから、ほらよう知っとるよ。あの知ってくれてた時のテンションすごいです ね。さっき選んだ時のテンション低かったけど ね。家族と知り合いの形式だけのところね、嬉しそうだった。この餃子祭りは何回目ですか？
初めて来てどうですか。美味しかったです。美味しかった。何個ぐらい食べました。10個ぐらい。おお、それはいい。なかなか回っていただきまして、ね、その餃子を上回るような餃子が焼けるから。そうですね。普段料理はどうですか。普段はうまいんですけど、うん、今日は緊張しちゃうので。あ、なるほど。ちょっと今なんか予防線張りましたね。ハードル下げてるね、はい、そうはいきませんからね。逃がしませんよ。失敗しました。昨日は失敗した。昨日焼いたんですか餃子。でも昨日失敗したんだけど手を挙げるってこの勇気。うん、でもすごいですよね。明日餃子祭り行くから今日餃子食べようって そこがすごいですね。それがすごいね。明日食うのにっていう。でまさか人前でまた餃子焼くと。もう一回焼いてみようって、ね、餃子でもいいですね。満喫しましょうね。じゃあ5番目の例、ね、5番どうぞ。行ってください。いやなかなかこれバラエティ豊かな感じでね、やりましたね。みやりちゃん ね、この中から1位になった方が冷凍餃子を12枚自宅までお送りするということでございますので、じゃあちょっと開きまして改めて1番が高橋さんです。高橋教授さん。そして2番目はニコちゃん。頑張れニコちゃん。ニコちゃんかわいいね。ニコちゃん、そしてもう金ビールと書いてあります。名前書こう、はい、もう何よりも社名がもう一番ね、そうです。キリンビールと書いて安倍さんです、はい、と書いて安倍さんです、はい、そして新婚さん、ね、ニコンさん、ね、書いてあったね。自分滑ってじゃないですけどね、書いてあった、ね、事故、ちょっとした事故、うん、もらい事故やないかね。新婚さん頑張りましょう、はい、そしてタエコさん。タエコさんです。はい、頑張ってください、これじゃあ時間は鈴木さん何分ぐらいですか。もう時間お任せですよ。もう皆さんの感覚でやってください。はい、ね、まああんまり時間かかりすぎるとね、最初に焼けた方とのちょっと差が出ちゃうので、まあ、それはじゃあ焼けたところから見ていただくということでいいですかね。そうです、ね、皆さん同じ条件でお水やら何やらね、手元にありますので自由に焼いてください。自由に。それでは焼き餃子対決スタート。さあでは火を入れていただいてもいいですし、最初になんかね違う作業があるという方は違う作業をしてください、はい、ここからね、あの結構僕は前回はあのもう差が出てたんですけど、去年は良かったんでしょ。去年良かった。